名古屋大学名誉教授。セル構造化ロボットシステム、シーバットやブラキエーションロボットの提案者。IEE、e、では、アジア人初の会長を務め、国際会議イルスや、ローマンを創設。名古屋大学で育てた博士は100人を超える。日本知能情報ファジー学会では、会長も務め、国際、ロボットマイクロロボット名図コンテストも創設した。 2015年始受報賞受賞者。工業技術院機械技術研究所研究員、東京理科大学講師、助教授、名古屋大学教授、名城大学教授、早稲田大学特任教授などを歴任。専門は、ロボット工学、マイクロナノテクノロジー、ソフトコンピューティングで、故障診断や液面振動制御、フレキシブルアーム、自己組織化、 ロボット、マイクロロボットなど多岐にわたる業績がある。テーラーメイド調整密手術シミュレーター、イブも開発し、研究室発ベンチャーの技術顧問も務める。ヒューマンネットワークを唱え、IEE、e、では、ナノテクノロジーカウンシルを創設し、ロボティクスオートメーションソサイティのプレジデントや、レイギオン10やディビジョン X のディレクターを歴任。 IEEE、e、とアスミーによる論文誌トランザクションズオンメカトロニクスも創設し2020年には IEE 会長を務めた北京理工大学でも教授を務め2017年には中国科学院外赤院誌にも選出された富山県生まれ幼少期は鉄腕アトムに憧れラジオ制作やバイクの分解アルコールランプによる おもちゃのタービン実験などをしたと語っている。高校は、富山県立東山中部高等学校に通い、同校の英会話教育が、後の留学や国際会議での活動に寄与したという。早稲田大学理工学部機械工学科に進学し、1971年3月に卒業。早稲田大学では、加藤一郎や土屋基一の授業を受けた。 東京大学大学院工学系、研究科産業機械工学専攻に進学し、耐震や原子炉の安全を研究していた、柴田緑の研究室に所属する。柴田からは研究テーマを与えられず自分で調査、検討することになったが、それによって研究者として鍛えられたと10回している。 学会で企業の人と話し合っているうちに浮かんだアイデアを発展させ、後の博士論文のもとになったという。1973年3月に修士課程を修了し、博士後期課程に進学。1973年6月からアメリカ合衆国のイエール大学大学院へ留学。ナレンドラ教授の下で適応制御に関する研究に取り組む。 柴田から日本とアメリカのどちらで就職するか問われ、1975年6月に帰国。柴田が申請していた奨学金を帰国前に送ってくれたため、福田は帰国前の2ヶ月間にヨーロッパを巡っている。なお、イエール大学には単位互換制度の一期生として留学していたが、2年間のうち1年は休学扱いになったという。帰国後に、 ファジー理論の臨行が始まり、柴田研究室出身の原文優らも、顧問として参加していた。さらに柴田緑研究室と東京工業大学の寺野俊夫研究室で、総合開催された、曖昧システム研究会にも参加。研究会の内容は、官能検査や法律問題にも及んだという。福田は、寺野の人柄に触れるとと,ともに、 当時東高大 E の研究室に在籍していた、広田薫と交流を持つ。福田は、原子炉における異常発生の判定に、因子分析を用い、カルマンフィルタによって、発生箇所を推定する手法を提案。日本機械学会に投稿した1977年の、論文の討論では、複雑な形である、原子炉の過渡状態を解析して、 迅速に異常を判定する方法は極めて有用と評価された。博士論文のテーマは日本語で原子炉システムの異常診断と安定な適応則の応用というもので1977年3月に博士課程を修了して工学博士の学位を取得する。1977年4月通商産業商工業技術院機械技術研究所研究員。 機械技術研究所では、谷江和夫らの指導を受け、大型プロジェクト、海底設計生産システムでは億単位の予算を使用したという。1982年4月、東京理科大学工学部機械工学科講師に着任し、翌年4月には、助教授。ブラキエーションで移動する、テナガザル。生物の動画はこちらを、ロボットの動画は、 ブラキエーションが帯同ロボットを参照。東京理科大学では、テナガザルのように運転を移動するブラキエーションロボットを提案し、皇居周辺の掘りから持ち帰った水を顕微鏡で見たことがきっかけで、マイクロマニピュレータやマイクロロボットの研究を開始する。また、フレキシブルロボットアームの振動抑制制御も実施。二リンクアームでは、単一質点モデルが多かったが、 福田は分布定数系モデルを構築し、他の研究者にも用いられた。モータ重心の変身によるリンクの連成スピルオーバー、象も明らかにした。さらに管内検査ロボットの研究や、パイプレスプラントの液体搬送ロボットにも取り組んだ。液体搬送ではバネ、質点モデルを適用し、回転と軽動で液面の振動抑制を実現。適応制御も適用した。 この間、1986年には、イエール大学の客員助教授を務める。客員助教授の昇平にあたって、研究成果のまとめを求められ、福田は研究報告集を発行するようになる。1987年には足を骨折し、入院したり松葉杖で歩いたりした。そんな折に、香港の学会に出向くが、そこで、原島文雄から、 国際会議のノウハウを学ぶ。さらに当時アメリカで流行していた研究でなくても発表できる国際会議の開催を決意。1988年に第1回目の国際会議イルスを東京理科大学で開催する。なお、初開催にあたってはニューテクノロジー財団などから援助を受け、第1回目以降も東芝や日立製作所から支援を受けたという。 1989年4月に、名古屋大学工学部機械工学、第二学科教授に就任。1992年4月に工学部機械情報システム工学科教授。1994年6月に、大学院工学研究科マイクロシステム、工学専攻教授。1997年4月に、先端技術共同センター教授と編成する。なお、 1990年9月から1995年3月の間に小菅和弘が助教授として着任。小菅とは、諸腕マニピュレータで位置、力を直接ではなくコンプライアンスを制御する手法や、タスクオリエンテッドな仮想ツールによる制御を開発した。福田は1980年代後半からソフトコンピューティング手法を取り入れた研究を行っており、 ファジー制御によるピット制御の保障や遺伝的アルゴリズムによるファジールールの自動生成などに取り組みフレキシブルロボットアームにはニューラルネットワークを適用して非線形システムへの有効性を示している。あとにアザラシ型ロボットパロを開発する柴田ストクも教え子で今調著の解説では行動型ロボットにおけるファジーやニューロ制御の進化に 遺伝的アルゴリズムが適しているとした。写真は1インチ以下サイズのマイクロロボット。1991年からの国際マイクロメーズロボットコンテストには1、立方センチメートルのロボットが登場するが、石原秀則と制作した教材は2425、2 4トルサイズ。1991年10月に名古屋で開催された。 マイクロマシン国際シンポジウムにおいて、福田は山登りマイクロメカニズム国際コンテストを開催。翌年の1992年にも国際マイクロロボットメイズコンテストとして開催し、以後毎年開催される。福田は実行委員長を務め、石原秀則らとマイクロロボットを題材とするロボット教室にも取り組んだ。福田は コンテストの自由に発想できる意義を説くとともに、最後に必ずレポートを英文で書かせることが重要と指摘している。1993年にはイタリアのサンターナ大学院大学の客員教授を務める。診療冷熱工業とは風量検査ロボットの共同開発を行っており、ビジョンベースドな一決めは海外でも評価されたと述解している。また、 石川島リマ重工とは、小菅和弘と共に、油圧式のパラレルメカニズムの共同研究を行い、三菱重工業とは一検出機、インダクト芯の改良に取り組んだ。ブラキエーションロボットは、全身12自由度のブラキアト類に発展し、ディスカバリーチャンネルでも放映された。2000年には、福田の研究グループの成果をもとにした、変著、インテリジェントシステムが刊行され、 2003年には、著書、鉄腕ア,アトムのロボット学が発刊。2002年には、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団より、フンボルト賞を授与され、2003年度は、フンボルト財団研究賞教授として活動した。計測自動制御学会に、新しい部門制が敷かれた際は、システムインテグレーション部門の部門長を務め、2003年から2年間は、広田薫の後を受けて、 日本知能情報ファジー学会の会長に就任した。2002年には、名古屋大学、東北大学、産業技術総合研究所、三井造船が連携する、JST プロジェクト、環境適用型、高性能対人地雷探知システムの研究開発で、研究代表を担当する。レーザーにより、微粒子を制御する、光ピンセット。福田と荒井文虎は、 レーザートラップ力を計測して、操作反力を返す、バイラテラル制御系を構築した。一方で2002年に、梅崎ふとしりらと特定、非営利活動法人ヒューマンウェアネットワーク推進、機構を設立し、理事長に就任。また、2003年に採択された名古屋大学の21世紀、COE プログラム、情報社会を担うマイクロナノメカトロニクスでは、 当初サブリーダーを務め、途中からは拠点リーダーを担当する。2005年に、名古屋大学大学院工学研究科マイクロシステム、工学専攻教授。テイラーメイド調整密手術シミュレータ、イブを開発し、2005年には、大学発ベンチャーとして、ファインバイオメディアル有限会社が設立されている。イブは2006年の愛。 地球博のプロトタイプロボット展にも出展された。2014年時点で、アメリカ合衆国、イタリア、中華人民共和国、大韓民国、南アフリカ共和国に販売実績があるという。また、2005から2009年度の可見費特定領域研究、マルチスケール操作によるシステム細胞工学では、領域代表を務め、A 評価を得る。 さらに2008年度に採択されたマイクロナノシステム工学専攻が推進するグローバル COE プログラムマイクロナノメカトロニクス教育研究拠点では拠点リーダーを担当し同プログラムは設定された目的は概ね達成されたという自己評価を得ている2010年4月から2013年3月までは名古屋大学高等研究院の副委員長も務めた 2013年3月で名古屋大学を定年退職し、4月には名誉教授に就任。同年4月には名城大学理工学部メカトロニクス工学科教授に学科創設と同時に就任。また、北京理工大学でも教授を務める。2014年には日本機械学会のロボティクスメカトロニクス部門の大分子としてロボメクジャウナールを創刊し、 編集委員長を務める。2015年にはロボット工学研究功績により指示法賞を受賞し、2016年1月にホテル名古屋キャッスルで祝賀会が催された。2015年時点で名古屋大学福田研究室で博士号を取得した学生は94名に、及び2018年には101人に達している。2018年には IEEE の会長選挙に、理事会推薦ではなく、会員から署名を集めて、立候補。福田は、会員数の増加、会費見直し、財政の透明化改善などを掲げ、インターネット投票で2位に5000秒以上の差をつけて、トップとなり、次期会長に選出される。この時、小須賀和弘も副会長の一人に選出された。 2020年には IEEE で、アジア人で、初めての会長職に就任。また、同年8月には、科学技術担当大臣の竹本直一と対談している。2021年1月には U-18、障害者も楽しめる E スポーツ協会、エッジの会長に就任。2021年現在、 早稲田大学の特任教授や名古屋大学未来社会創造機構ナのライフシステム研究所の客員教授にも就任。科学技術振興機構のムーンショット型研究開発制度では目標3、2050年までに AI とロボットの共振化により自ら学習、行動し人と共生するロボットを実現では構想ディレクターを務める。妻からは リターンなんてそういうケチなことを考えちゃいけない。人が困っていたらやりなさい。ボランティアでやりなさいと言われたという。父親からの、実るほど頭が下がる稲穂かなという言葉が、忘れられないといい、この姿勢でいると、自然と、ヒューマンネットワークも気づかれる。夢中になれば、いつの間にか、周りに人がいる。人がいるから、繋がるからこそ必ず面白い何かが起こる。 と語っている。アクティブな人として知られ、37から38歳の時に、原島文雄と設立した、イルスを、エクラと並ぶロボティクスのトップカンファレンスに育て上げた。ヒューマンリレーションシップや、ヒューマンネットワークを唱え、イルス設立にあたっては、富山の薬売りを参考に、信用を得るには、自分が動かなくちゃいけないという精神で取り組んだという。 外国人からは、都市や、投資をと呼ばれると言い,い、世界中の乾杯の温度を知っていると語っている。日本では、外国の研究者を銭湯に連れて行ったり、自宅に招いて狭いながらもパーティーで応対していた。寿司と妻による簡単な料理程度の飲み会で、後片付けの皿洗いは、福田自身でやっていたという。福田は、逆に相手から呼ばれれば時間がある限り行きます。 そしてリターンを求めない。短い時間しかいられなくてもできる限り自分が行く。そこに自分がいるということが重要と説く。名古屋大学で総長を務めた浜口道成からは世界を飛び回るために大学よりインチョン国際空港で会う方が多いと言われ、茅森情報科学振興財団の理事長は福だから私の住所は飛行機の中と言われたう。 また、生田美幸氏によると、福田は元気のない若手に、学会の仕事を与えて励ましていたといい、豊田工業大学学長を務めた、坂木博之は、非凡内力とエネルギーで通常は、難しい教育研究と、学会運営を両立させていると評価している。福田は、研究の原動力は何かというと、人と会って、何か、 面白いことをやろうと思う好奇心と語る。夢中になると朝まで研究にのめり込むといい、教授になってからも学生と研究の話を朝までやっていたという。学生からは変わった先生と言われることもあったが、名古屋大学では博士課程まで行くことを進めていたといい、2018年の時点で101名に達している。 藤江正勝は福田を研究と教育がセットでできている人と評価した。講演ではロボットにはセレンディピティがあって教材向きと語っている。自身が設立した国際ロボットメイズコンテストの実行委員長を務め、マイクロロボットを題材とするロボット教室にも取り組んだ。国際ロボフェスタ協会の理事や日本ロボット学会ロボット、 教育研究専門委員会の委員も務めた。2021年には U-18 障害者でも楽しめる e スポーツ協会の会長にも就任している。研究業績として、史上法省受賞の2015年時に論文は795件、国際会議の発表は1250件に及んだ。研究領域は大規模システムから、 マイクロナノテクノロジーに及びマルチスケールロボティクスを提唱した。研究テーマの選定に対して実用一辺倒だけでなく実用性と基礎性が大切とし企業とロボットを研究開発する際にも一台作って終わりではなくそれからその問題点を見出し整理し体系化することが重要と説く。福田は メンテナスロボットの開発時に同じ設計を何度も繰り返すことから、モジュラーロボット、自己組織化ロボットの研究を開始。動的最高性可能ロボットシステムに関する研究、という学会発表は100法を超え、2000年に第1 1位法に及んだ。2003年には、モジュラーロボットの研究情勢について、現実の問題を理解し、 ハードウェアの伴った良い理論的研究が少ない、ハードウェア的に不可能な過程のもとに、いくら良い理論を作ってもしょうがありませんと記している。学会発表について、相手を納得させることのできる発表をした後、質問が飛び交い、発表後も、質問者が来て討議し、次回の論文招待等のお誘いを受けるほど、容易周到に準備することが次の、自信をつける。 ポジティブフィードバックとなりうると説く。また、日本人は論理的な批判ではなく人間性を批判しているように受け止めることが多いと指摘し、2019年のインタビューでは国内会議で質問する際にはあまり嫌がられないように気を使っていると語っている。ありがとうございます。